浜田すぐるの俺には仲間と歌がある。ご機嫌いかがですか。レンズフィルムプレゼンツ浜田すぐるの俺には仲間と歌がある、パーソナリティの浜田すぐるです。アシスタントのサイレジ康弘です。この番組は浜田すぐるの俳優活動、ミュージシャン活動の日々、現場のエピソードや楽しいおしゃべり、そしてここでしか聞けない話などを30分間楽しくお届けしていく番組です。はい、というわけですね、今日も暑いさなか始まってまいりました。暑い時といえば、いえばうなぎですよ。この前ちょっとね、はい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 、あの名古屋に行く用事がありまして、はい、ひつまぶしを食べてきました。おひつまぶし、どうでしたどうでした。やっぱ美味しいね。おあれ、ひつまぶしって何が違うんですか。なんかまずね、名古屋のやつは、はい、関西風っていうか、はい、蒸してないの。あ、うなぎ、まあだから、お茶漬けにしたりするから、うん、はい、そうですね、パリッとしてる方がいいってことでしょ。なるほど。でね、はい、これが、はい、ひつまぶし、はい、上ひつまぶし、はい、特上ひつまぶしだってさ。ほう、それランクがあるんですね。はい、何が違うんですか。で、何が違うって思うでしょ、うん、だから、店員さんに、でも実は全部同じですって言われて、なんじゃそれだと思ったら、量が違うだけって言われて、あ、なるほどね。だから味は一緒って言われてさ、はい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 、うん、確かに。だってあれじゃないですか、うな重も、あれ小竹梅たね、梅竹、なんだ、わかんねえすいません、松竹梅ね、松竹梅ですね、はい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 、ありますけど、あれも、はい、あれもあれも、はいはいはい、ね、量が違うだけですからね。いや、うなぎの大きさ違うと、あ、そうそうそう、うん、あの刻むからうなぎが一緒ってことで、うなぎはやっぱり大きい方が、やっぱりちょっと脂が乗ってて美味しいと思いますよ。あ、そうなんですか。うーん、あれ、ちょっと味の違いがわからない男でしたね、私はい、さすがと。もう浜ちゃんはね、もううなぎ食べ尽くしてますからね。世界のうなぎを食べ尽くすはい、というわけですね、今週もうなぎを食べ尽くしながらお送りしたいと思います。よろしくお願いします。土曜の夜だぜ。ここで土曜の夜とは言わないですね。はいはい、はい、今週も素敵なゲストに来ていただきました。はい、キングオブツイスト、りょうちゃん、そしてブルースアクター、てつー、ハウ、ワーカムアウ、トゥおい、ハモリがどないなとんねん肝心なところでどないなとんねん、お前立ち上がってないかいラジオなのに、お前え、さっきのお前サイレンににぎやんの、お前松竹梅みたいな間違いみたいなもんやないかい、これお前。ケチャケチャ大丈夫だよ、大丈夫だよ、ロケンロールだよ、ロケンロール松竹梅イエイ、はい、2週続けてもうはい、ありがとうございます、はい、呼んでいただきまして、はいはいはい、というわけですね、今週もですね、あのテンション上げ目でございますね、上げ上げな感じでね、はい、中西哲也さんと森川亮さんをお迎えしてお送りいたします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけですね、今日はもうちょっとね、また暑いですからね、はい、暑い真夏の夜のブルースってことかい。そうですよ、もうちょっとね、もう最初からガンガン飛ばしていきますよ、ガンガンいくぞ、ガンガン、はい、よっしゃよっしゃそしたらで、何からいきます。じゃあちょっと一曲聴いてもらおうか。おお、いきなり OK、 フリークソムでレッツゴートゥーザバップ。それでもいいと思ってる、バカにされ続けてロケンローラー、俺にはこれしかないんだと、周りのやつらは変わってゆくけど、Let's go to the party. Let's go to the party.
はい、というわけでですね、お聞きいただいているのはフリークストームでLet's go to the bap という曲でございますね。はい、そうです。はい、まだまだ。ノリノリですね。ね、ノリノリな曲ですね。ノリノリで。これちょっと気になったんですけど、ええ、これ、りょうさんは歌ってはいらっしゃるんですか？これは、まあ、CD ではちょっとね、はい、この時はまだ、はい、メンバーで入ってなかったんで歌ってないですけど、はい、ライブでは一緒に歌ってますね。はい、おー、なるほど。ちょうど8年前にできたものなんですよね。8年前じゃあ。そうなんですよ。結構前なんですよね。はい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 、はい。そんで、また新たに今年ちょっと作って来年には多分出せると思うんで。おお、なるほど。じゃあ今、レコーディング中と。レコーディング中ですね。はい、なるほど、はい。ちょっとこれ楽しみなんですけどね。楽しみですね。レコーディングでもじゃあこうテンション上げ目で歌ってるわけですね。レコーディングはもうバリバリですね。バリバリですか。はい。もう汗で、湖ができるぐらい。もうメンバーみんなが。おお、それでやってますね。とにかく、もう暖房ガンガンでやってますからね。そう、真夏に暖房ですか。はい。それぐらいでもうテンション上げて。ボクサーかよ。本当でもボクサーみたいになりますね。おお。だからワンステージで本当にライブやると、本当体重が 2,3 キロ必ず落ちるっていう。ライブではそれぐらいもうみんな動き回ってるんですよね。でもツイストキングの踊りが見れるってことでしょ。もうもちろんですね。おお。で見て一緒に真似て踊ってもらって、うん、でも簡単な踊りもいっぱいあるんで、うん、それで一緒に踊ってもらえたら最高だなと思いますね。おお、うん。ロックンロールで。ロックンロールですね。うん。結構こう踊らす系ですか。踊らしますね。おお。去年やった舞台は、ね、オーリオンをなぞるこんな深い夜とかって。うん、すっごい踊ったんだよ。へぇ、うん、あれはでも YouTube でね。あ、そうですね。ねー、はい、あ、見れるわけですか。うん、うん、そう、このオリオンなぞら、うん、手話でね、みんなで踊るっていう。あ、手話ダンス。手話ダンスだったんですよ。で、それをその YouTube でこういう風に手話やるんだよっていうのを公開して、うんうん、それをこう、その舞台のね、うん、最後にみんなで踊るって、客席みんなできんだ、ね、みたいなね。そう。すごいですね。やっぱりなんかライブやってて、うん、あ、その、まあ、その舞台もそうでしょうけど、うん、ライブとかで、うん、やっぱり結構一つのキーワードになるのが、こう、うん、客席をいかに沸かすかとかね、そうですね、いかに巻き込むかっていうのがね、うん、なんかテーマだと思うんですよね。ね。なんかそこら辺でそのまあリョウさんとかテスさんとかそこら辺は超得意だという話を、いやもう ねそうだよね、てっちゃんね、まあ、そうだよね、リョウちゃんね、まあ日常で結構ほら練習しますからね、そういうことは。あ、そう、練習、どんな練習で、日常のそのまあ街歩いててもね、そういう人たちがもう先生であり、子供の泣き声とかね、ああいうのがリアクション、そのもう嘘がないわけじゃないですか。あ、子供ね、表現してないのにこう伝わってくるのはなぜなんだっていうところですよね。だからそこはもう日常結構、うん、まあ何事にも第一関門第二関門っていうのがあるんでね、はい、今第一関門で今現状話してるとこなんですけども、第一関門、なるほど、第二関門、そうですね、まあ、編集っていうことですよね。そうですね、松竹梅ってことですかね。そうそうそう、松竹梅なんて言いながら自分のとこは美味しいとこはちゃんと流しといてやで、うん、僕のとこだけバッサリやられてるかもしれない、松竹梅で松に戻るみたいな、そうそうそうということでございます。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、だからせっかくですからね、YouTube っていうの今キーワード出ましたけども、はいはいはい、こちらのね、当然YouTube でも見れますから、うん、そうですね。その過程を見ていくのも面白いかもしれないね、今度ね。今の浜さん、うん、昔からこうだったのかなみたいなね、MC がね。ああ、ね、今回出るにあたってちょっと見させていただいたんですけど、はいはいはい、大変便利で。はいはい、で、サイレンには昔から、アシスタントうまかったね。ああ、それはびっくりした。あ、そうですか。いやいや、ありがとうございます。いや、どうなんでしょうね。いろいろ叩かれてるんですけどね。あ、もうね、あ、そうですか。だから本当びっくりしたなっていうね。先週来て今週も、本当にそこだけは、ね、うん、1週間経ってもう何も変わんない俺ね。いやドア玉ハーブちょっとミスるみたいなね。でもこれも計算かもしれないから。そうだね、奇跡ってことですよ。実はね、これが最後ね、回収されるんですよ。これ伏線ですからね。伏線ですからね。ねえ、りょうちゃん、そういうことがね。そうだぜ。ね、てっちゃん、そう、行こうぜ。行こう。お、夏真っ盛り。そうだ、うん、ね、ここでさ、はいはい、俺今思った、うん、国立のみんなに、国立のみんなに、うん、もっともっとね、はいはい、映画とか、うん、舞台とか、うん、ライブとかさとか、ね、いっぱい見てもらってさ、うん、でもっともっとさ、自分たち、うん、その、うん、おのおの個人個人、うん、こう気持ち上げてさ、うん、行こうじゃないか、うん、ね、確かにそれ言えてるよね、うん、そう、まあ、何かしらイベントがないことには動かないでしょ。ああ、うん、まあそうですね、うん、まあ、そしたら、はい、2人は国立で何かこうライブとかイベントとか、まあ、もしくはなんか国立来たことあるとかってあるんですか。なんか
国立はね、ちょうどもう20年前か、はい、引っ越しのバイトで来ましたね、一回。あ、なるほど、うん、ありがちだよね。そう、しかも駅前の、はい、なんか英会話教室かなんかのやつで、はいはい、そこにいっぱい、なんだろう、ロッカーとか机とかを入れるっていうので、して、で、そこの外で、なんか、お弁当食べた記憶がありますね。うんうん、そうなんです。なるほど。なるほど。僕はね、はい、やっぱり20年ぐらい前なんですけども、はいはい、したことがありますね。はいはいはい、ほうほうほう。で、その時に印象としては、はい、大学が、あって、ありますね。まあ、桜がの時期とかだとね、桜見必ずこの辺でやるようなんですね。ああ、そうですね。で、パチンコ屋さんがないじゃないですか。ないですね。すごくね、その印象があって、久々にもう、うん、ね、来たんですけどね。あ、まあ、変わらないなと。ちなみにお二人、うん、その20年前に来たことあるっていうことは、はいはいはい、20年ぶりってことですか。そうですね。だいたいね。ごめんなさい、僕5年前にも来てますね、花火でね。あら、それ、ごめんなさい。流れ的に良くなかったですか、今の。いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことないです。あ、さっきね、花火で行ってましたからね。それがそうだった。5年前にね。飛んだ伏線やな。失礼いたしました。そんな超竹梅が。いやいや。超竹梅桜みたいな。そうそう。もうだいぶ引っ張られてますね、超竹梅。失礼いたしました。はい。いや、こちらは。梅でございますよ。はいはい。うなぎは、ね。そう。なんだっけ、ひつまぶし。特上特上、特上、超普通のやつね。はい。まあ、そのわけですね。はい。まあ、それはいいんですけど、でも、あれだって、こう、イベントとかではまだ来たことないね。そうですね。ないですね。例えば、ライブハウスとか国立結構あるんですけど、だブルース系はあるのかな。やってる人はいましたよ。やってますね。確かそこのとこあると思うんですけど。そうですね。結構その、そう、オールディーズあります、ね、ありますでしょ。あれで、やっぱ対バン的に、その、オリジナルでっつって、やってる方いました。はい、その20年ぐらい前。見に来たことあって。あ、本当ですか。はい。なのでね、ちょっとね、もしかしたらね、こう機会があったら、ああ、そうですね、ライブとかっていうのね、やっていただけたら、なんかね、てっちゃんと一緒にできたら楽しいかもしれないよね。おっと、それは二人で一緒にやることってあるの？まあ路上でね、路上ではあるんだね。そういう正式なものとかそういうのは言われてみたら、気がつけばね。そうそうそう、そっか。あれ、あ、そういえばちょっと前回聞いたか聞かなかったかちょっと分かんないんですけど、はい、そのテスさんとリョウさんの、はい、この2人のつながりつながり、あ、つながりはやっぱ何で、そこまでいかなかったですね。そこまでいかなかったです、ね、海だね、海海ですね。そう、海、うん、お、夏の夏海、うん、まあそれがつながりであり、まあまさにつながってるっていう出来事の、まあ、まあ結局始まっちゃったら、はい、まあそこじゃなかったみたいな深いところがあるんですけどね。あ、そう、うん、まあね、あ、うん、まあまあつながりがね、たまたま役者だったってね、お互いね。そう。ただ俺なんかね、最初会った時に甘いマスクじゃないですか、うん、はい、だからなんかとっつきにくいなじゃなくてね、浜さん逆にがっちりしてごっついから最初とっつきにくいなみたいなとか、お前とっつかないんじゃないかよ。そう、だから逆のタイプだったんですよ。甘すぎて、甘いでしょ、ほんとお顔も調べていただくとすぐ、ほんと甘いね、八頭身のさ、肉付きもほら無駄もなくみたいなね、うん、まあ、だから最初、ありがとうございます。いやいや、ああ、俺じゃねえのか。じゃあ、たまたま会った時に、はい、役者だったっていうのは二人とも知らずに会ったんですね。そうだよね、会った瞬間は知らないですね。うん、会った瞬間は知らなくて、うん、まあ、ありっつうか、なんか、うん、あ、そうなんだみたいな。でもよくあることですからね、その時も30過ぎてますから、うん、そうだね、そうそうそう、初めてじゃないじゃないですか、うん、ね、どこ行ってもその同じ同業とか同業者っていうのは、うん、まあ、よくあることだなみたいな。でもまあその後ちょっと会ったりとかなんかで、うん、まあ意気投合というわけではないですけど、うん、まあなんか結構深いあの、なんかだって実際お会いしてて話を聞いてると、なんかすごい、なんか昔から知ってるっていうかね。それだって意気投合してるからね。さっき今意気投合してるって言ってなかった。いやいや、そこ違うの、そこ汚いな、松竹梅やのに人の胴だけ去ってすぐ剥げ出しとる表現なんだからさ。ね、りょうちゃん、てっちゃん、あのさ、一つさあったじゃん、深いとことかっていうわけじゃないけど、二人とも単純にお母さんに優しくしなきゃねっていう話でちょっと盛り上がったことがあって、ほうほう、それマジでやったね。で、それはお互いにそういう思いがあるし、そういう風にしてるから、うん、だから、いいね、それって素敵なことだねっつって、うんうん、そういう話なんですよね。なんかきっかけはあったと思うんですよ。そうそうそう、よくあるのに、たまたま3時過ぎて会って、うんうん、そっからこう仲良くなるっていうかね、うんうん、
うん、なんかそういうのがあったのかもしれないね。だから本当にあの、うん、頑張ってるところを見ると、うん、まあ応援したくなるって言ったら変な言い方だけど、うんうんうん、俺も応援してほしいと思うし、うんうん、見ててくれよって思う、うんうん、男ではあるよね、うん、だからこそ今回もこういう機会があって、うん、まあ、浜さん、うん、ありがとうございます、うん、浜さんありがとうございます。フリークストームのボーカルポールです。ライブの告知をします。9月の7日浜松、9月の14日福島いわき、9月の28静岡、11月16また静岡、11月23日東京新大久保、12月7日名古屋、12月14日三重県四日市、ライブをやるのでぜひ来てくださいね。ホームページ見ると、詳しい場所とか載ってるのでぜひ見に来てください。ポールでした。二人でやっぱイベントとかやったら面白いんじゃない、うんうん、やりたいよね。そうだ ね、うん、そうだね。これはもう間違いないと思いますよ、うん、でもなんか、うん、と、うん、そうロックンロールのさ踊りもさツイストも見たいしね。なんかこういうのがなんかこう例えば盛り上げられるようなセッションとかできたらいいのかな、うん、そうですね、うんうん、サイレンさんなんか頑張ってよ。えまあ本当サイレンイヤーにかかるけど、ね、かかるちゃ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 っ今僕がねツッコミ遅かったからね。あの、はい、最高のねその、うん、なんていうのかな、うん、俺とかありがとうとかあるけど、うん、昔ねある時に、うん、かかるでちょっと引っかかった言葉があってね、うん、あのなんかほらお金ない時にこういう芸事してると、うん、結構、うん、サラリーマンの方より不安定じゃないですか、うん、いい時はいいけど、うん、悪い時は悪いみたいなね、うん、でよくたかるたかるなんて言って、うん、こういう演者組は、うんはいうん、そうじゃねえんだぞと、うん、こっちはあの生まれてからねずっとあの、うん心臓に入れず見れて頑張ってんだみたいなところでね、うん、ちょっと違うキャラ今出てるけども男らしい、うんうんうん、ちょっとなんかね、うん、映画の中のキャラですよね、はいはい、だからそういうのでやってるからさ、はい、だからなんていうのかな、うん、聞いてる方もただ聞いてるだけじゃねえんだよね、うん、バーンってさっきりょうちゃん言ったけどさ、うん、そうだよね、うん、聞く方も演者だよってことだよ、うん、俺が言ってるのは。そうだよ。だからいつかこのイベントが、うんうんできた時見に来た時は容赦しねえよ本当俺は、うん、そういうこと言ってるから見る側も巻き込むよっていうことだよ俺たちは。ちょっとさっきの話とちゃんと繋がりましたよこれ。繋がりましたか、うん、巻き込むってそうさっきね僕質問したじゃないですかこう、はいはいね、どうやってみんな巻き込む、うんね、そのお客さんを巻き込むっていうのがキーワードだったんだけど、うん、どうやって巻き込むんですかっていうね、それに今ちゃんと答えてましたよこれ、うん、これちょっと何ですかその伏線の回収の仕方。いやいやいやうまいな。いや、てか、それは一番 AMC なんですよ、うんうん。MC はもちろん浜さんでございますけども、うんうん、アシスタントっていうか、ほんとそのね、ニーヤンの、うん、ニーヤンの腕がいいからつい転がるんじゃないの俺たち。いや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 、そんなことないですよ、もう。いや、今なんかすげえなと思いました。いい言葉聞きました。でもさ、りょうちゃんも、ね、さっきの、うん、レッツゴートゥーザー、バッ、バッ、うん、もう巻き込んでいくんでしょライブは。もちろんです。もちろん。どんな風な演出なんですか。もう、うん、みんな演奏してるかと思いきや、思いきやみんな前に出て踊ってる。じゃあ、音が鳴ってる。音が鳴ってんの、うん、それどういうことかって、カラオケを流してんだよね。カラオケ流してんだ。そうだね。ただそれだけ。それ、カラオケ流しちゃってんのライブ見に来てんのに。そうだよ。その曲に関してはカラオケ流しちゃってんの。その1曲だけはね、うん。それ以外はもう全部演奏してるけど、その1曲だけは、ね、あのカラオケ流して。踊らすための。そう。みんなと、だからメンバーみんなステージから降りて、一緒に踊ろうよという。巻き込んでいくわけですよ、これは。みんなポールだとね。そうポールだと忘れてた。そうお互いに、ね、まずポールやし。そう全員ポールだから。ポール、ね。バンドメンバーだけじゃなくてみんなポールだからここにいるのは。かだからみんなポールなんだよ。ポール。それもう演出としてはやっぱほら、うん、客は楽しみたいから言ってるわけだから。そう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 。ね、お客さんはね。うん、うん、とにかく楽しみたくて言ってるから。だからそこで、うん、なんていうのかな、うん、ちゃんと笑かしてくれるときに笑かしてくれる。うん、うん、そうそうそう。流してほしいときに流してくれるっていうのはもう俺大好きね。うん、そう。一度見たことあるんですよ、うん、彼のステージは。はいはい、はいはい、もう僕客として行きましたよ、うん、はい、うん、いやお客さんで行ったかな今そこから思ったそれはどっちでもいいか、はい、それで行った時に、うん、あのそれは感じました。巻き込むっていうのはね、うんうん、ただほらジャンル正直ジャンルが違うんで僕はあのブルースが好きなんで、うんうんうん、全曲は乗れなかったよね、うんうん、好きじゃないから言えば好みの盾、うん、ただその中でも、うん、そのこうフィーリングっていうか、うん、その自分が好きな、うん、全くロッケンロールなのに、うん、ブルースじゃないのに響いたのっていうのはありますね。メンバーの、ね、ドラム高く、うん、あの、はい、ポールね、ドラマのポール、ね。ドラマのポール、ね。まあ、なんかね、渋いいいおっさんなんですよ、みんな。はい、
ね、俺たちも見に行って、はい、ポール・サイレンジ・ジュニアになっちゃおうぜ。もうぜひ、ぜひ来てください。はいはい、ぜひぜひ行きたいですよね。はい、ぜひ行きたいと思うんですけど、僕もキングポールだよって話ですよね。はい。さあ、じゃあ次の話題行きましょうか。はい。次の話題は、前回も話したんですけど、はいはい。二人とも役者だっていう話なんだけども、音楽の部分でつながってることがなんか、ね、話聞いてると多いなと思うんですよ、はい、なんかこう二人でこうなんですかね、こう役者としてのこう共通項みたいなのってあったりしなかったですか？あ、それはあのりょうちゃんと僕がってことでしょ？そう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 、いやそれはないよね、特にない ね、 あね、そういうのはむしろないね、そうなんです、お互いに憧れてる人が同じかって言ったらそうでもないし、進む方向もなんか似てるようで、うん、むしろ違うっていうか、面白いもんでね、うん、あのその話はあんましないですよ、ね、あ、本当ですか？しないね、へ、そぶつかったりとかないんだよ ね、 ないね、そういう意味で普通はあるんですよ、ね、お笑いさんはその同じ話ダメとか、ね、役者は演技論になってとか、もう喧嘩になってね、殴れないってことあるけど、ジャズブルースが集まるとね、ジャズが先ブルースが先とか喧嘩になるとかよくありますけど、それないね、確かに。だから不思議と、なんて言うんだろうな、ちょ、どっか恋人みたいな感覚があり、どっか親友みたいな感覚があり、ね、どっかもう会わなくていいや、うん、この人っていうところもあったりして、別に男だからその、うん、ま、寝るときメールしたりとかさ、うん、そういうのもないし、どっちかとメール、うん、しない方だよね、そう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 、あ、そうか、連絡しなくて も、 もうこう分かり合ってるみたいな感じなんですかね、会うともうすぐこう、うん、まあ、ね、昨日今日のような感じですよね、そうそうそう、あのだってあの実は今日国立の駅で待ち合わせしてたんですけど、はい、僕はあの、うん、たまたまね、あの僕は浜ちゃんと待ち合わせしてて、はい、まあ改札の前で待ってたんですけど、うん、その時にあのなんか二人の男がですね、うわーってこうなんかこうすげえリアクションでこう握手して、そうそう、よう来たなみたいな感じのことやってるんですよ。こういう人いるんだなと思ってこうぼんやり見てたんですけど、あとこう浜ちゃん来た時に、来た後に、うん、あ、すごいあれ来てるよって。なった、僕らが会った瞬間のそう見てたんですよ、実は。そうですか、そうですか。見てて、どんなだったん？え、いや、なんかすごい、なんか、おー、兄弟みたいな感じだったんですよ。で、握手してましたよね。握手はしますね。するよね。うん、いや、で、すごい声通ってたんですよ、二人。ああ、そんな。なんか取ってつけたってわけでもないんですけどね。うん、別に、あの、本当に、普通にね、うん、あってから今日、うん、今日よろしくねと、うん、やろうね、みたいな。うん、そんな感じだったんでね、ね、別に。うん、全然、あ、見られてるんやったらもうちょっと、ね、あ、そうだね、うん、もっとやっときゃよかったね、いやいやいや、ちょっとほっときゃよかったね、そうだね、過剰演出ですよ、過剰演出、いやちょっと失敗、恥ずかしいな俺、いやいや、でもね、のとこ見られるの、いやいや、いやでもなんかそう、すごくこう二人のこうなんか絆みたいなのを、ね、感じましたけどね、その時にねっていうのをこっそり見てましたね。まあでも、俺たちのテーマも、はい、俺には仲間と歌があるってことだから、うん、仲間ってことだから、うん、りょうちゃんも、俺の仲間だ、うん、よろしくガッツリちょっとね、ボーッとしちゃったんだよ、ね、今、今ね、あの、うん、絵面的にはすごく良かったんですけどね、うんうん、あのね、そうそう、俺ね、ずっとね、浜さん見てて、うん、どうしても外人っぽいなと思って、あ、ね、俺もたまに言われるんですよ、浜っぽいって言われるけど、俺以上にこの人ハウっぽいなと思っちゃって、確かに、もう、What's she in the corner では外人のことを外人と言いません。いやいや、ちょっと。いいや、ズコはな。いやいや、テッサン。いやいや、僕の出番じゃない。僕料理できないですね。ミスターチャレンジ。パドン、パドン。いや、はい。いや、ハマった？なんなんだ。ミスターハマった。What's your name？ ポール。あ、ポール。ポール。ポール。お、What's your name？ ポール。お、What's your name？ポール。My name is Paul。ね、今レイコマ、ごめんレイコマ5秒の間に今耐えれなくて慌てて吹いたけど、まだこういう時に限ってハーモニカがもうハーモニカも休憩だね、そうそう、休憩休憩、いや、まあ不思議だったちょっと進めてて、はい、というわけで、あの、まあこんなね、あのりょうさんとテッさんをですね、はい、お迎えしてお送りしてるんですけど、そう、実はね、あのこのあの、まあこのトークの前に、うん、はい、あの、てつさんと、はい、あの、浜ちゃんと僕とで、実はセッションしてたんですよね。はい。そう。しましたね。させていただきました。あの、実はあの、てつさんね、あの、ブルースアップ、あの、よしよしょでね、はい、入れてるんですけど、これをもっとですね、こう、音楽に乗せてね、はい、こういい感じでちょっと、やってるんですよね。やってますね。まあ、あくまでも表現ですからね。何そこは。僕は言っときます。あの、かなり音楽好きの方がね、はい、もう、国立 FM、ミュージック、はい、もう、ミュージックって入ってるだけでね、ビビるんですよ。僕言ってるけど、はい、そう、根っからの役者ですからね、ただ。逃げた、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 
げた逃げた。そんなことない。ハーモニカはやってます、20年一生懸命。はい、でもさっき言っとくよ。はい、俺は役者やから。役者がやってるハーモニカってことや。ハーモニカ吹きのハーモニカじゃないってこと。そこだけよろしく。なんかだいぶ、だいぶ弱腰だった。いやいや、そんなことない。そんなことない。まあでもね、ブルースアクター、ケツですからね。そういうことで。とりあえず、その表現、はい、聞いてもらっちゃうか。うん、おいやー、ちょっと聞いてください。ポール。ポール。セッションどうだった？はい、はい、いやいやいや楽しかったですよ。ね。いやでもちょっともう愉快な仲間ですね本当に ね。はい。じゃあ愉快な仲間にもう一回入ってきてもらおうか。はい。Hey Mr. Paul! Yeah! Woo! Look at all! Look at all! はい、今度はちゃんと出ましたよ。はい。いい感じで、yeah. ありがとうございますもう本当にね。2週にわたりですよ、本当に。ありがとうございました、本当に。テスタントリオさん、あのね、はい、今回ね、あの、まあ、先週ね、初めてお会いしたんですけど、はい、ね、こんなに。思えない。ね。僕は思えないですよ。こんなに砕けていいのかと。まあまあ、このご参加方はね、面識ございますけどもね、はい、もう、ニーヤに関しては、はい、もう、本当にね、初めて2週ぐらいとは思えないぐらい、この親近感。ちょっとバカにされたような、小バカにしたような、あの、目線のね、ツッコミが。で、人の間をどんどん入ってくる。いや、すいません。人の間入ってくるし、俺の間じゃないときは広げる、その技術。すいません、そんな。ほんま、あの、ほんと視聴者のね、リスナーの方ね、また僕のこと聞きたい、はい、りょうちゃんのこと聞きたいと思ったら、はい、そこが一番の僕らの力なんで、ぜひコメントっていうか、ハガキっていうか、メールっていうのかな、うん、お願いしたいよね、うん、僕のトークとか全部この人次第でバッサリやられるんやからリスナーの皆さん、もし、りょうちゃんとてっちゃん、俺、また聞きたいなと思ったら、ぜひもうコールちょうだいほんま。はい、あ、というわけですね、あの鉄さん、りょうさんに関するですね、お便りお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。レンズフィルムプレゼンツ、濱田すぐるの俺には仲間と歌がある。この番組は毎週土曜、国立 FM88.8MHz で聞くことができるほか、国立 FM オフィシャルサイトからも配信しています。詳しくは www.kunitachifm.com をご覧ください。番組へのリクエスト、ポールへのお便りなども随時募集しています。宛先は info@kunitachifm.com。 濱田すぐるの俺には仲間と疑えるまで、たくさんのメールをお待ちしています。では今週もビクトリー。最後ポールってね、ヘイミスターポール、ミスターポール、というわけですね、2週に続きですね、記者のですね、中西哲也さんと森川亮さんをお迎えしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで番組よりお知らせがあります。映画メサイアのチケットを抽選で2名の方にプレゼントいたします。住所、氏名、電話番号、ご希望の商品を明記の上、濱田すぐるの俺には仲間と歌があるプレゼント係までご応募ください。宛先は郵便番号 186-0004、 東京都国立市中 1-10-22、 天神ビル3階、国立 FM。 メールアドレスは info@kunitachifm.com まで。たくさんのご応募をお待ちしております。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。